だからそれぞれの格闘技はもうだいぶ進化してきてね、技術的な部分でなんか他競技が必要になってきてるんですよね。今のレベル以上の先の進化を望もうと思ったら他競技との交流っていうのは必ず必要になってきてるんですよね。だそういった意味で今格闘技って統合管理の方向に行ってて、その一つの表れじゃないですか。でリングスも制度改革も含めてもっとマクロの部分で見たらね、そうじゃないかと思います。リングスルールの勝敗は KO、ギブアップ、TKO によって決まる。ロープエスケープ3回でダウン1回、ダウン5回で TKO 負け。またラウンド制では1ラウンドに3回のダウンで TKO 負け、2回のロープエスケープでダウン1回とみなされる。33歳、リングスより参加、少林寺拳法空手をベースに新日本プロレス入団、その後 UWF に移籍しリアルスポーツとしてのプロフェッショナルレスリングを提唱、大ブームを起こす。現在は新たに世界規模のプロ格闘技ネットワーク作りを目指しリングスを設立。格闘王の異名を持つスーパースター、木村光一郎、22歳、サブミッションアーツレスリングより参加、89年から91年まで全日本 KO 都市格闘技選手権優勝、91年 SAW 第3回大会優勝、関節技には定評がある。Thank you.